石田翔也ってやつに近づかない方がいいぜ。あいつ、いじめっ子だから。自分が犯した罪はそっくりそのまま自分に跳ね返る。その罪を背負い罰を受ける必要のある人間だと。そして俺は孤立した。西宮、友達に。友達？何それ受ける。いじめてたやつと友達。明日からちゃんとするから。明日からみんなの声もちゃんと聞きます。明日からみんなの顔もちゃんと見ます。